皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。小室圭さん、録音データを暴露します。秋篠宮様が破談にできない理由。記事の一部を引用してお伝えします。1、小室圭さん、録音データが切り札。小室圭さんは元婚約者との金銭トラブルが借金ではない証拠としてとっさに会話を録音していました。小室佳代さんと元婚約者が婚約を解消したのは2012年9月で、小室圭さんはまだ20歳。母親と元婚約者の別れ話に同席し、とっさに録音し始めたという起点の良さです。小室圭さんと小室佳代さん親子は最初から借金を踏み倒すつもり、元婚約者には一銭たりとも返すつもりはないので、脅しのために音声を取りました。小室圭のこと、昔から知ってるわ。学生時代から友達に借りてたし、お金貸ししても返ってこない人を知ってる。小室圭さんの知人、あいつ眞子様が好きなんじゃない。金と権威が好きなんだよ。昔から金持ちのお嬢様を狙ってたし、スリムな美人タイプが好きだったよ。小室圭さんの知人小室圭さんがお金を借り慣れてるし、返さないのはよくあること。なので、金と権威が好きと聞いても、全く驚きません。2、秋篠宮様が破談にできない理由。今回の文書で録音テープの存在を知った秋篠宮様は、小室圭さんの行動に震えたそうです。実は以前から秋篠宮家のある秘密を暴露されることを大変恐れていると噂されています。眞子様との交際も録音してるのは間違いありません。世間にばらされたら困る内容なので、秋篠宮家も二人の結婚を許さざるを得ない状況。近いうちに秋篠宮様が眞子様の結婚を認める発言をなさる予定です。小室圭さんが音声データを切り札に、秋篠宮家と宮内庁を脅しにかかっているという始末。秋篠宮様は、一生、口止め料を支払い続けなければならなりません。どんな秘密を握られているのか、知りたくてなりません。3、秋篠宮家のある秘密とは。秋篠宮家の秘密について調べたところ、ネット上では都市伝説的に様々な噂が流れていました。秋篠宮様が必死に守りたいものといえば、やはり長男である悠仁様でしょう。2019年12月、悠仁様の首の痛々しいあざが話題になりました。宮内庁担当記者はすぐに悠仁様のあざに気づいたのものの、秋篠宮家のお世話をする皇嗣職トップの梶隆治内部は当日、音もしていて気づきませんでした。と発言。こんなにもはっきりとついたあざに気づかなかったというのですから、何かしら隠しているも同然。やはり秋篠宮家にはある秘密があり、小室圭さんに握られているようです。音声データを切り札に秋篠宮様が結婚を認め、眞子様と小室圭さんの結婚が一気に動き出します。5から6月頃にも今後の日程が発表される予定です。この記事皆さんはどう思われましたか？ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。秋篠宮家で退職者再び。典子様、凍りつく。秋篠宮家で退職者相次ぐ読売新聞の報道で、秋篠宮家付きの皇嗣職厩務官の一人が依願免職となっていたことが明らかになった。天皇、現上皇陛下の退位に関する皇室典範特例法に基づき、東宮職が空職となったことから新設された皇嗣職厩務官のポジション。東宮職でいうところの東宮侍従にあたり、秋篠宮家の身の回りのことを幅広くサポートする部署である。この厩務官の定員は10名ですが、5月1日の改正発令以降も定員割れし続け、退職者も相次いでいました。この師走の時期にまた退職者が出たとは驚きです。秋篠宮家の職場環境を懸念する声も、記者の間で根深く噂されています。皇室担当記者、ネット上でもこの報道に波紋さて、
小室圭さんと眞子さまの結婚報道や自民党総裁選のニュースに隠れてしまい、大々的に報じられることのなかった今回の退職の件。今年8月にも某週刊誌が皇嗣職級務官の空席を報じていたこともあり、ネット上では大変な波紋を呼んでいるようだ。先の記者は続ける。やはり働きにくい職場のエピソードが過去に多くの媒体で報じられていたため、この件に対する同様の声がネット掲示板を中心に多く上がっているようです。依願免職ということなのですが、関係者の間でもまたか、一体なぜという空気が漂っています。同然皇室記者関係者は、精神的なタフさがなければと漏らす。今回再び退職者が出た件について、詳細な経緯は明かされていない。しかし秋篠宮家はしばしばその過酷な労働環境が報道で取り沙汰され、皇室一の御難場という不名誉な認識を持たれている面がある。ある関係者は証言する。今回の件について確証がないため言及することは差し控えます。しかしこれまでの間の退職者に関して言うならば、やはり労働環境がやや厳しすぎたと言わざるを得ません。典子様の職員に対する厳しいご指導というものは日常的なことでした。お代替わり以降はご夫妻も多忙を極め、また眞子様の件、悠仁さまの件とお家の中で様々な問題が山積する中、典子様も手探り状態でいらっしゃいます。小室圭さんはフォーダム大学留学で3000万円ほどの留学資金を必要としましたが、それ以前にも ICU や一橋大学大学院の授業料のために多額の金銭を必要とし、それらの多くを奨学金などの借金により賄ってきました。小室圭さんは大手金融機関での仕事を1年ほどで退職してしまい、その後勤めることとなった法律事務所での仕事もフォーダム大学留学のために中断しています。本来ならば、これらの職場で必死に働き、奨学金などの借金を返済しなければならなかったのですが、もしかしたら、眞子さまと結婚して一時金を受け取れば、それで借金を返済できるという甘い考えを抱いていたのかもしれません。ですが、実際には、眞子さまとの結婚の実現は難しい状況となっており、ただただ多額の借金のみが残る結果となってしまっています。頻繁に細かな方針やルールに変更があり、その度に職員らが召集を受け、時に深夜にまで及ぶ会議に参加しなければなりません。例えば、ある日までは眞子さまの私室の清掃は職員が担当していたものの、翌日から急に眞子さまご自身でするよう典子さまが命じられたということがございました。こういった細かな申し送りの数が日々尋常ではなく、一つでも聞き逃した職員はご指導を受けるのです。精神的なタフさが必要な職であることは間違いありません。典子様も次第に危機感を募らせておられるご様子ですが、長年のやり方ゆえ一朝一夕には変えられないようです。秋篠宮家関係者苦難続きの秋篠宮家。1日も早く秋篠宮家にまつわる騒動が収束し、典子様に平穏なお心が戻ることを願ってやまない。小室圭さんは2021年にフォーダム大学ロースクールを卒業し、この年に日本に帰国し、眞子様と結婚するという計画を立てていました。そのため2021年に結婚一時金を用いて借金も返済する予定であったようです。ですが、仮に結婚が破談、もしくはさらなる延期となった場合、一時金による借金の返済が不可能となります。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。